信スタートしました。はい、ツイッターにそうだね、貼っといてもらっても大丈夫？うちもちょっと開いとこう。ちょっと待ってね。うん、大丈夫。今ね、ちゃんと準備中の画面出てると思うから。うん、あれだったら、あれにしといて。適当。一旦配信止める？うん、じゃなくてね、ディスコードを来てくれるためにことにね。ディスコード？ん？ディスコードでライブなってないからね。どういう状況か全然見れない。ちょっと待って。なってる。あれ？私小さい。どうなってるのこれ？なんかねるちゃんの上手。小人になってる。あ、よかったよかった。戻った戻った。フルスクリーンになったからだね。あ、そうなんだ。うん。はい。うん。始まりました。始まりました。ね。はい。いやー。いろいろと紆余曲折あったね、ちょっと。この4日間。そうだね。お互いちょっと忙しくて配信が全然できなかったね。配信、そうね。いろいろとね、うちらもOBS の設定とか、ね。うん。まあもちろんね、もろもろのこともあったんだけれど、ね、うん、こうしてね、また準備できてよかった。そうだね。うん。なんかやっと配信できたってちょっと嬉しいよ。うん。ねえ。うん。今ね、OBS ではその調整かけて、音楽流してるんだけど、今ね、二人とも聞こえてないんだよね。そう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 。音量のね、バランス、ね、ちょっとこの週末いろいろと試行錯誤してみて、いろいろとね、聞きやすいようにちょっと調整はしてみたんだけど、ね、また何かあったらね、はい、コメントでね、大きいとか小さいとかね、うちらの声とかね、BGM とかね、いろいろと指定してもらってね、うちら側でね、なんか合わせられるところ、合わせられたらいいよね。
そうだね。できたらいいな。ねえ。うん。今日は、さらっと1時間ぐらい、追いかけ配信する感じで、大丈夫かな、ねるちゃん。はい、大丈夫ですよ。なんか笑っちゃうが。うん。笑っとるんが。うん。大丈夫です。すごい顔が眠そうよ。え？見える？見える？見える見える。目開いてるかな？うん、よう動いとる。目開いてる？絵を描くとね、どうしてもね、目が下に行ってしまうからね。うん、なるほどね。あ、なんだ、もうフライングで描いちょるん？いや、描いとらん、描いとらん、描いとらん。描いとらんよ。よし、じゃあね、今から配信する追いかき画面の方に移るけん。はい。じゃあ変えます。ね、切り替えるから。じゃあ。はい。はい、切り替えまーす。切り替えました。見えとる？うん、見えとる、見えとる。見えとるかね。うん。どん。すごいね。めっちゃかけとるじゃん。今はね、うん、ライブ 2D の、私のモデルを、ちょっと、絵柄がね、ちょっと前のやつが古いから、うんうん、新しく、ね、前のやつね、ちょっとね、ごまかしてるんだけど、うん、これね、下半身ないんだ。下半身ないからね。おいおいおい、放送事故じゃないか。下半身ないから、うん、ちょっと本当にね、全身作ろうかなって思って、うんうんうん、作ってまーす。まさかね、テケテケの被害に遭ってると思わんかったよ。ね、そう、壊れてるんだよ。じゃあこれを書いてね、健康体に戻らんといけんね。そうだね、足生やさないといけないね。遠征してるみたい。うん、よし、じゃあ帰っていこっか。うちもね、今日はね、新しいの書いてこう。はい、書いてきまーす。はい。じゃあ、どっから進めよう。あんまりね、うん、ハゲた姿なんて見せたくないんだけど。ハゲ？髪の毛取れるんだっけ、それ。ちょっと使わないね。で、そのね、うん、髪の毛を、動かすために、パーツ分けっていうことをしないといけないんだ。うんうん、パーツ分けでね、髪の毛自体をいっぱい複製して、そこから削っていくっていう作業に入るんだけど。うん、うん、うん、うん。その削っていく作業でね、ちょっといろいろ、そうだな。あるあります。すごくあります。でもよう可愛く描けちゃるね。おやの髪の毛チュルチュルじゃ。ありがとう。うん、すごい質感いいよね、今回。そんな質感あ、ない。これは。いやー、あげる。あげるよー。あ、これ削ったらダメじゃん。これが、残しといて、キャラクターから削って、木を削らないと。いやー、あげるー。全然変じゃないよ、しっかり書いてあるけん。すごいね、なんか。あ、こんばんは、だって。コメント来てるよ。こんばんは。あ、こんばんは。いらっしゃいませ。ね。今ね、みんな書いてるので、もしよかったら一緒にお絵かきしませんか？
しませんか。ライブ 2D ね、だいぶ進んじゃるよね、作業。それ頭終わったら次どこ行くの？次ね、耳と、で、そのちょっとした部分が描けてないから、それを描き出して、あとは、そうだな、あとは、どうしよう。あ、その、キーバインドだったっけ？なんか忘れた。うん、キーバインドで合ってる。うん、キーバインドでつける、その、エフェクト的な部分を作るのと、あと何だったっけな。なんか、いろいろある。いろいろあるんじゃん。いろいろある。2月中には何とかしたい感じかな。2月中？ 2 月っていつ終わるの？うん、2月中28？ え？あ、もう2月に入ってるのか。ん？そうだ、2月入ってるじゃん。そうだよ、2月入っとるよ、もう。まだ1月だった、もしかして。お正月気分？私の中では、そうだよ。今日、恵方巻き食べたんだ。そうだよね。何ボケてんだ、私。あ、そっか。じゃあもう季節物食べてきたんだ。ましたよ。ありがとう。なかなか配信できなくてごめんなさい。あのね、お互いにちょっと忙しくてね、なかなか配信できる機会がなかったんだ。ねえ、ちょっとね、今繁忙期じゃけんね。そう。だからね、ずーっと、なんか、裏ではちょっとだけ、ちょっとずつ絵を描いてたんだけど、なかなかね、その配信のところまでできなくて、で、ちょこちょこ修正とかもね。うん、でもすごい楽しみにしてもらっててよかったね。なんか、面白いこと喋らんといけないんじゃない？これ。ね、まあ、面白いこととか自分で言ったら絶対プレッシャーになるから言うのに。おお、すごいね。なんかすごい、あれじゃない？すごい髪の毛それサラサラ動くんちゃう？もう動かすようにしっかり描き込んでるんだよ。違う。なんかあれね、耳もピコピコ動かしたいね、それ。うん、動かしたい、すごく動かしたい。もう訳わからなくなるよ、こういうの。ね、ね、一枚の絵を描くのとはちょっと違って、その動かすのもそうだし、その別のソフトに取り込んでね、その、モデリングっていうのかね、ああいうメッシュ作りって。ちょっと違う加工を挟むからさ、普段書きみたいに書けないのが難しいよね、ライブ 2D。そう。でもそういう時に見限ってね、一生懸命書いてるとね、いつもより出来が良かったりするんだよ。そういう。それは気持ちがこもってるもんね。なんかね、やっぱり絵と一緒でね、時間かけたら、なんかわかんないけど、うまいこといくんだよ。なんでも。でもそうですし、やっぱ試行錯誤してるのがでかいんだろうね。いろいろと。多分試行錯誤してる絵ってすごくうまくなるんだよ。なるべくね、一番こうじゃない、ああじゃないって思う期間だと思うよ、あれ。どうですか？なんかいつもより個室とか良かったりしますか？個室大丈夫かな？なんかね、その配信してない間ずっとね、音声調節とか、うちがね、すごい気にしてて、
ね、あのねるちゃんにね、いっぱいあの録画した動画をいっぱい送りつけてたもんね。そうだね。そう。違う、あの一人であの声を入れてね、画面転換しますとか、うん、のね、BGM ちょっと大きくしてみましたって、声のあのバランスこんな感じですみたいなね、いろいろやってた。すごいよね、本当。うん。いや、ちょっと変わらない気がします。だって変わらない、変わらないだと。え、私の声とか大きくなってない？大丈夫かな。聞き取りづらかったら言ってくださいね。なんかうるさかったりとかしたら、ちょっと可能な範囲で対応しますので。変わらないって言われて、ちょっとショックだね。でもすごい答えてくれてありがたい。ありがとうございますね。うん。めっちゃ一生懸命頑張ってない。いや、あの、なんだろう。うるさくなったり小さくなかった、うるさかったり小さくあったりじゃなかったら、もううちそれで十分。うん、これ後ろ向けかな。後ろ向けだったら、ちょっと何かこう。あれ？ん？声のボリューム。はい、ありがとうございます。声のボリューム。はい、近い。ありがとう。いや、嬉しい。それだけでも嬉しい。うち泣く。前の私じゃん。ねえ。いや、頑張った。頑張ってた。ね、本当に頑張ってた。配信者さんもすごいよね。こんな設定をさ、毎回毎回やって、配信してるんやなって思って。ね、本当すごいと思う。ね、今こうやって絵を描いて配信してるけど、うん、本当勉強になるよね。うん。あ、違う。今もさ、ほらあの、うん、今日のサムネイルどう？どう？サムネイル？うちが描いたやつ、あの作ったやつ。あ、私が大画面で映ってるやつ。そうそうそう、それそれ。あれ渾身の出来なんじゃけど、配信めっちゃいいんじゃけど。私がめっちゃドアップだけど。うん、うちね、あのサムネイル作るの楽しみで。え、そうなの、うん、あれ結構毎回考えるの大変だなと思うんだけど。楽しいよサムネイル。あ、コメント来てる、ちょっと待って。ほんとす、ほんと、ほんと。ん？よかった。うちね、あの後、配信の後ね、いろいろと聞き比べして、なんか、変じゃないかなって思って、いろいろとね、調べて回ったりしてたの。よかった。ね、じゃあもう、この感じで配信いけるね。そうだね。そうそう。なんか、うん。じゃあ次からは、あの、もっとね、あの、すぐに配信始められそうやね。うん、始めたいよ。うん。うちがね、いつも毎回毎回出し渋っとったもんね。あの、配信する前に。いやいやいや、あの、ま、私もちょっとね、サボり癖あったから。なんとも言えない。それはなんとも言えない。いや、で、そうそう、リハで大好き、うちね、リハ大好き人間じゃっけね。そう、下準備大好きなんよ。あ、でもね、これであのスムーズにいけるからね。あの、うん、ね、あの、お互いの趣味雑談とかもね、これからあの温めてる企画が進められるからさ。うん、そうそう、ねるちゃんはほらゲーム実況したいって言ってたじゃん。ゲーム実況も含めてやりたいって。うん、間違えた。うん、うん、うん。
例えばさ、この前あの呪術廻戦の話したじゃない？うん。え、今ね、うちあの FK8 がさ、横へ来てるのよ。 FK8？ うん、あのさっき話してたのスケボーのアニメ、うん、うん、あれね、脚本家の人がね、コードギアスの人だったんだ。え、そうなんだ。コードギアスわかる？わかる。ふわはははははでしょ。そう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 。どういう覚え方だよって怒られそうだけど、ふわはははははっていう。そう。うん。あのケレン味のあるね、ストーリー展開と、序盤の飽きないテンポはやっぱりあの人なんだなって思って。なんかコードギアスってちょっとなんかいろいろあるイメージがある。どんなイメージだよ。ね、いろいろあるんだよ、いろいろ。あのね、遊戯王でね、有名な作画監督の鏡さんっていう方がいらっしゃってね。鏡さん、うん、うん、その人ね、すごいあの手の作画とかがすっごいやつなんだけど、この人もね、うん、スタッフで参加してるみたいでね、今週のね、あの、うん、ラスボスっぽいキャラクターが、うん、あの、初お目見えで主人公と勝負するんだけど、ここね、うん、すごい動くみたいのらしいの。ディオ様？そう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 、声が小安の人の小安さんの人がね、あれのやつ、アダムっていうキャラクターなんだけどね、そう、楽しみだなって思って、うん、あー危な、囲まれそうだった。アダム、アダムとイブ、イブとアダム。今ねるちゃんはあの何してるの、その髪の毛。え、髪の毛削ってるの？あつ削ってる、超削ってる。複製しては削って、複製をして削ってを繰り返してる。最初に髪を一塊描いた後に複製していろいろと細かくパーツ分けしてる感じ。パーツ分けしながら、うん、ね、ずれた時にその重なり合ってる場所は地肌見えたらダメだから、そうだよね、少し残してそこに影色をひたすら塗ったりとかな。うん、あんまり動いた時にその地肌が見えないようにっていう感じで分けてる。削ってる作業だけど、その見えないように塗り足してる感じなの、それ実は。じゃあ、いや、足してない。一番上に来るやつは、うん、その、ね、ギリギリのところまでは削っていいから。でもその下の方に入るところ、うん、上の髪の毛が大きく揺れた時に、例えばこれかな、この髪の毛が、これどうしようかな、この髪の毛が、こうずれた時に、うん、この中の部分がその傾いた時に見えてしまうから、そこをまた新たに書き足して、うんうん、で、その上にかぶせてるように描いていくというか、なんというか、をやってる状態。へぇ、ここをおろそかにすると、傾けた時にその中の顔の皮膚のところがピッて見えてしまうから、それがちょっと違和感になるから、ちょっと丁寧にするところかな。何になっちゃうんだね。うん、
ライブツーリーはね、奥が深い。本当に奥が深いよ。最近ね、うちらも勉強を始めたからさ、あれだけど、ね、みんないろいろとね、研究したりとか、講座動画もいっぱい上がっててびっくりしたよ。ね。あんなにあるんだね。まあ、みんな簡単だと思うからね。いっぱいそうやって配信するんだろうけど、あれなんかどっか削り忘れてるなぁ。なんかこれもだな。でもうちこのうちもね、自分の体ね、このライブ 2D でね、設定するときほら、呼吸音とかね、すごい苦労したけん。呼吸？そうそうそう、ほら、ねえ、ねるちゃんにさ、仕上げてもらったじゃない？うん。あの後最後人をね、うん。もう呼吸してるように見せるところの設定はうちの方でね、ちょっとマニュアル見ながらちょっとやったんだけど、うん。こんな難しいのね、ねるちゃん。あの短時間でやったんだって思って。慣れたらね、簡単。ここがすごいね。頑張ったらね、ライブ 2D は1日で覚えれる。絶対無理やけん、そんな。覚えれるんです。皆さん、覚えてください。覚えれるんです。なんか、うさんくさい講座みたいじゃん。いや、本当に、私、1日だけだと思う。本当うん、動画見ながら一生懸命やって、1日で、ああ、なるほど、こういうことかって思って、頑張ったら1日で覚えれるんです。本当です。皆さんもやってください。うちあれよ、イラストレーターとかさ、パスベクトルとか使いこなすのだってもういっつかかったけど、ライブ 2D はね、結構ね、略せる部分が多いから頑張ったら覚えれるよ。そうなんじゃん。うん。次は横で後ろの髪の毛から前の髪の毛になっていくから、そういえばね、あれじゃん、今ね、うち受けてる仕事あるじゃない？うん。あれが終わったらね、ゆっくりねるちゃんに教えてもらったね、アサルトリリーやろうかなって思ってるの。アサルトリリー、ああ、あれもライブ 2D で、ね、ライブ 2D の参考になるって言うんで。うん。あれは参考になるよ。ねえ、よう動いてるもんね。うん。でもね、あれね、グループ対決みたいなのが最近実装されてね。うん。みんな強すぎてね、心折れそうなんだよ。エンジョイしようよ。大変だね。何、競うの？あれが一番強いか。最近実装されてね、めっちゃ強いのみんな。へぇ。じゃあさ、あれってさ、アサルトリリーってさ、ユーザー同士でフレンドになったりとかってできるの？できる。じゃあ、ねるちゃん、早くフレンド申請できるようにしとこう。今すぐにできる。できるけど、うん。どうしよう。今のグループね、うん。もう入ってるんだよね。私のグループ作ったらみんな入ってくれるのかな。ソルトレディってさ、難しいの？いや、難しくはない。みんなのみやってるけど。うんうん。うん。いやー、でもね、ガチ勢がいるからね、ガチ勢は本当に強いんだよ。これは何？戦略ゲームなの？あれってシミュレーション、RPG、ターンプレイ制みたいな感じだったけど。ああ、そんな感じです。そう。そんな感じです。
気読みしてその相手の弱点をつくみたいな感じ、パーティーバランスよく組んで。ね、戦略で先そうやるっていうよりも、うん、火力で殴り合いカードゲームじゃん。カードゲーム、あーカードゲームだね。で、あのね、あれなんだよ。ん？そのアサルとリリーの、うん、なんか今日対戦で戦った敵がね、うん、援護がすごく上手すぎて、で援護でバフを置き積まれて火力を一気に上げられて一気に沈められたような感じで、うんうんうん、いやこいつら絶対課金制だなって思ったのは思ったんだけどなかなかの無課金税でうまいこと立ち回るの大変そうじゃねえ。大変大変なんだけどもーみたいな。ね、ちょっと考え事した。ね、考え事をちょっとしてしまった。考え事そう、なんかね、その、バフかける人とかがすごく重要になってくるなって思って、うん、私が、その、作ってるキャラ、作ってるっていうかね、なんか、育ててるっていうの？育ててるっていうかカード次第なんだけど、来るカードが全員の攻撃型なんだよ。で、公平って言ったらいいのかな、援護してくれる人たちが、うんうん、そのそのね、援護してくれる人たちがなんか、重きバフとか回復とかをしてくれる人なんだけど、うんうん、その人たちが今手が足りなくて、うんうん。うん。まあ、どんだけ私が火力を持ってたとしても、その援護がダメだったら火力もすれないみたいな。なるほどね。そので、それをね、取るのも正直ガチャ運だから。うん。うん。まあ、要するに。やっぱりガチャなんだね。当たり前だけど。何でもガチャだよ。ソーシャルゲームはみんなガチャじゃの。ガチャだよ。ガチャが全て。早く耳がね、開いたところ見てみたいね。耳？うん、耳がついたところ見てみたい。耳ね、髪の毛終わった後につけるから待って。うん、待って。そういえばさ、はい、あの、雲のねるちゃんさ、カラカラを食べたって言ってたじゃん。はい。
カラカラ魚を食べました。大好きです。でもね、ほらねるちゃんがさ、カラカラ魚カラカラ魚って言ってるからさ、この前ね、あの昼休憩の時に思わず、あのジャケ買い、パッケージ買いしてしまったわけなんだけど、なかなか食べる勇気がないんだけど。食べなさい、買ったからには食べなさい。これは命令です。辛そうじゃん。なんかさ、何、目が覚めるってマジ？目が覚める、うん、なんで目が覚めるんだよ。さっきお昼に食べたって言ったじゃん、なんか目が覚めたって。あー、そういうことね。あ、うん、覚める、それは覚める。なんかすごい、もうあのね、うん、コーヒーよりさ、あの寒気じゃない、眠気は覚める。寒気って、うんうんうん、ね、うちもね、なんか眠気に負けそうになるんだったら、そのカラカラを食べた方がいいんかなって思って。うん、多分食べ終わる頃には昼休憩終わってるんじゃない。めちゃめちゃ食べるの大変そうだな。てか匂いもすごそう。あ、匂いはね、結構ね、刺激臭するね。わお、できればね、手早く食べられるものがいいんだよね。今ね、うち、あの、何、ほら、このご時世さ、換気？あとさ、宴会なんだよ、食堂。うん。めちゃめちゃ寒いんだ。じゃあ、体が多いじゃん。体が多いじゃん。体温まるよ、確かに、寒い中でね、そんなカラカラを食べてたら、めちゃめちゃ暖かくなって。そうそうそう。雪山の中でもね、うんうん、活動はできそうじゃけど、できればね、あの、体が冷えてしまう前に早く食べきって元のね、作業場に戻りたいんだけど、うん、作業場のここの前も寒い、ここも窓開いてんだよね。うん、私社内一人だからね、ゆっくりも、うん、孤独のグルメごっこできるわけ。そう、孤独のグルメで一人で、あのカラカラウを食べてもがいてあれ。うん、なかなかすごい、あの何、ラテン系の音楽流れながら食べてそう、もし映像化したら。え、ん、そんな辛いもの食べれてたらね。うん、僕のグルメでもね、そういう辛いものを食べる回っていうのがあって、うん、もうすすごい音楽がもう激しいわけ、辛さを表現するために。ボロちゃんいっぱい汗かきながら食べて、最後に水をグイッといってバンってやって、ごちそうさまでした。そんなに、ね、寝てられないよ。辛いって言ってるから。辛いよーって言う。そんなにオーバーリアクションなの？うん、私の前のショート動画見てくれたらわかるが、あのね、一人でね、あのツイッターに上げてたやつ。そうそうそう、めちゃくちゃ独り言しゃべる人間。うんうんうん、だから、うん、獣人だから。うんうん。めちゃくちゃ独り言しゃべる獣人だから、うんうん、なんかね、結構、うん、そうそう、一人で歌ったり一人で何かしながら、リアクション激しいんだね。そうそう、歌いながら仕事するってテンション上がるしね。歌いながら仕事か、なかなかできんな。いいかもしれない、でもすごく楽しそう。楽しい、すごく楽しい。なんかな、なんかちょっとおかしいけどな。まるで髪の毛が、
通訳ができたので、これが、もしくは、なんかいろいろ消えてるんだろうな。これぐらいでいっか。ね、耳作成して。何描いてるの、その可愛いキャラ。気がついたか。めっちゃ可愛いキャラ描いてるじゃん。さっき話してたさ、AI がさ、自動で算出してくれるところのサイトでさ、そこの羅列されたやつからこういいのを見繕って今キャンバスでちょっと頭の中で構成しながら書いてる。さすがだ、さすがだよ。私の到底できないことだね。誰でもできるわ。見てればね、普段描かないようなモチーフとかをね、いいようにしながら描けるからね、すごい。うちも今描いてて楽しい、描いてて楽しいけど、やっぱりね、今度はやっぱり結構ね、 AI さんがもみくちゃに描いてるから、うちなりにね、そこの分かんないところはうちで解釈して描かないと。顔が微妙にずれてるのかな。だいぶ元から完成されてるけど、あ、造形を進んだ感じ？めっちゃずれた。え、発明？うん。進捗としては何パーセントぐらい進んだの今？進捗として何パーセント？50%ぐらい。うん？イラストの方で 50% ぐらい。50%？半分いったんや。半分いったけど、なんかそれ半分で弱くなってる。あ、これもずれちゃった。線画と人間のところをつなぎ合わせて、ラフ先ここか。Thank you.
ねるちゃん、頭しか見とらん、はい、見えちょらん。おお、やっぱ耳が入ると違うね。違うけど、違うんだよ。なんかもっと大きくてもいいんじゃない？私的にこれぐらいが一番好きなんだけど、多分ね、位置関係なんだよな。あんまりやりすぎるとね、ピカチュウみたいになっちゃうからね。ピカチュウになっちゃう？ピカチュウ！ピカチュウ？これはなんかあの、ピカピカー！突っ込まんぞ、突っ込まんぞ。あの、獣フレンズのなんか、なんだっけな。ダウナーキャラの子に似て、お耳っぽい。なんかね、あんまりでかすぎるとキツネっぽくなるんだよね。フェネックさんだ、フェネックさん。フェネックさん。ベッド砂切って。獣のフレンズはね、見たことないんだよね。本当？見た方がいいよ。見た方がいいの。なんか、あれこ、結構話怖いって聞いたよ。え？あのね、そう。いろいろとね、背景に置いてある美術とかをさ、追っていくとね、あれ？もしかしてこの世界ってっていうのはある。でもね、それ。だって一番最初になんか出てきたサーバルさんって、なんか本当だったら一回死んで元に戻ったみたいな話とかもなんか聞いて、サーバルさんだっけ？出ると思う。でもね、なんかね、そういうのネタバレとか見る前にね、まっさらな気持ちで見た方が多分すごい楽しめると思う、あれ。私、ネタバレね、全然大丈夫な方だから。うち絶対ネタバレダメ。犯人そうなんだ、みたいな。でもやっぱり自分でね、確認しないと信用できないから、って言って。で、あ、犯人こういう感じだし、あ、見つかり方なんだ、だけ済むんだよ、私は。絶対ありえない。絶対ありえんから、そんな醍醐味をさ、答え教えてもらって、家庭で楽しめる。だって、うちの母親、即ネタバレしてくるよ、あれ。母親のこと、あれって言ったらダメだけど。本当に、あれ、本当にひどいよ。多分、私だったら、許されるけど、他の人だったら、しばかれるよって感じだから。ネタバレダメ、絶対。絶対ダメ。ネタバレだね。だいぶ遅くに配信始めちゃったね。そうだね。でもこんだけね、3人でも見に来てくれるんだと全然嬉しい。ま、今日はね、まったり帰っていこうよ。久しぶりに。そうだね。
1時ぐらいかね、目処としては。え ?1 時ちょい過ぎぐらい。1時ちょい過ぎ。よかった。私もね、明日、がっつり仕事しないと。ねえ、さっきすごい。ねえ、なんかいつもと違うやつだっけ?ジャンルのものを振られててね。なかなか慣れんのに大変じゃろ。え?今日説明されたとき、金粉カンプルだったよ。わかるなぁ。なんか実際にやってみないとね、なんかこう、わかんないよね。新しいお仕事って。やってみたらね、なんてことはないんだけどね。いや、そのね。そうだね。基本ね、仕事って大したことないんだよ。っていうのも、私の特殊な考えがあって、学校の宿題を覚えるより、仕事のね、覚える数なんて大したことないんだから、仕事の方が多分楽なんだよ、とかね。言うね。だってね、学校で、例えば、覚えることって、その、漢字テストあるので、例えば、50問の漢字のテストがあります。だから、漢字50個覚えてきてくださいって言ったら、漢字50個覚えるじゃん。でも、仕事の内容ってさ、覚えるの一つ二つじゃん。そうじゃね。言われてみればそうじゃね。一日ね、覚えるのが一つ二つじゃん。じゃあね、それをね、並べて考えるとね、すごい簡単じゃん。うん、なんか仕事は簡単なもんなんだよ。簡単でやってほしいね。はい、そうね、うんってなるとこはわかるよ。まあね、こればっかりはね、おのおのの、あれによる。仕事っていうのはね、でもね、本当、でも大抵はそうだと思うな。そうなんだよ。ね、大抵そうなんだよ。そうそう。あとは、地道なね、コツコツやるとか。そう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 。労力の違いだよね。そうそう。物事なんてね、学校で覚えるよりは簡単なんだよ。イラストも含め。だからね、イラストも、その一日勉強することを考えたら、そのね、一日一つでも覚えるだったら、正直学校より楽じゃん。やっぱり絵を描くの好きだからやっぱ楽しいしね。そうそう、だから一日一個イラストのなんかを鍛えてやるって思ったらね、学校の宿題なんより楽なんだから、別にそんなね。まあ私そう言いながら結構悩んでる時あるけど。でもね、そうね、勉強やっただけやっただけちゃんと覚えたりするんだよ。いろいろとね、書き方もさ、いろいろと見聞きしてね、インプットも大事だけど、その後にね、作品とかにそのアウトプットしないとなかなか身になんないもんね。うん、そうだね。でもなかなか大変だ。楽だって。悩まなかったらいいんだよ、悩まなかったら。最近ね、うち的にね、起きてるのはやっぱりほら、前も話してたこの目の赤。これこれ。目の赤?目尻の下のところのこれ。赤？ん？ここここ。目尻っていうか、あれじゃない。下まぶた？下まぶた描くのが好きって言ってたよ、ね。そうそう、これね、赤みつけたらすごいね、良い。良いか。
っていうか、え、やべえ、良いかって言っただけ。やったの？うん？いや、どうしようかなって思ったわけ。何もらったの？あのね、髪の毛のね、こうズレズレなるままに描いたんだけどね、ズレズレなるままに描いたらね、ディティールがね、ちょっと分かんなくなってきちゃって、あのシルエットでね、こういう、今こういうの描いてるんだけど、あのね、こういう、ここのところとかさ、どこのところ、このもみあげ、なんの、なんこのサイドテールとか、このあたりのところ、あの、どう髪をこう立体的にね描いていこうかなって思って。立体的？立体的というか、髪の流れというかさ、こう、こう下ろしてあげたりとか。一つは中に巻き込むか、そのね、その状態で後ろかき上げてるんだったら、あの、前の髪の毛が結構後ろに下がったりするから、それだったらもう前に下ろしてあげるか。そうじゃねえ、前で巻いてあげた方が、あとは骨格の部分がちょっと狭くなるから、ちょっと小顔で可愛らしくはなるかなと思う。可愛くなるならそうする、それする。で、ツルツルだ、ツルツルにするのあんまりよくわかんないんだけど、何をツルツルにするの？え、髪の毛。髪の毛ね、あのツヤツヤにするよ。どういう感じがいいんだろうね。ねえ、見切り発車なところあるからね、どういう感じに仕上がるかはちょっとわかんないけど。無理ねえのさ、その緑のつけてそうやって書いていくのってすごいなって思う。私できないんだよ、そういうの。うちね、なんかね、ゴリゴリね描いちゃうからさ、線が迷子になっちゃってね、はい、これは何を描いてるんだろうってなるからね。うちね、あのすごい、あの仕事の時でもね、自分がこれからやる工程のところとかはすごい、あのマーカー、蛍光ペンとかで結構くくったりとか、ボールペンでね、今からこれやりますっていう、こうスタートを作るというか、なんか目印をつけるのがね、癖でね、多分それがこう絵にも出てるのかなって。なんかこっから描きますみたいな、なんだろう、道しるべみたいな感じ、これ。でもね、なんか私ね、カラーが入ってるそのものを描くとなんかね、パニックになるんだよ。その、
多くの色を目に入れることが多分苦手なんだと思う。で、多くのその色を見てしまうと、ますます絵がわからなくなって、私もね、なんかね、服と体と、なんかわかんないけど、そのパーツに色分けをするって聞いたことがあって、それを試してみたんだけど、そのね、一日でやめたね。その本当に一番最初の、本当に絵描き始めたぐらいの時にそれをしてやったんだよ。でも、みんな真似するもんじゃないよ。ね、自分に合った描き方ってあるからね、やっぱり。そうそう、自分に合った描き方っていうのは絶対あるからね。言うてうちも多分この描き方するようになったのね、こんなにあの昔からじゃない気がする。何枚も何枚も描いててね、なんかのどれがどの線だったっけって分からなくなってきたあたりから、なんかじゃあ今度からこうしようみたいな感じで何かやってたんだと思う。なるほど、わからん。ぼかしペンって反転それないんだ。初めて知った。変ね、なんかカニを食べてるみたいな感じになってしまうね。あ、集中するっていうこと？そう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 。ねえ、私カニ嫌いだから。カニ嫌いなの？もったいない。美味しいのに。私、焼いたカニとかで臭い。今度あの旅館に行くときうちがもらうからね、全部。カニ味噌だったら許せる。カニ味噌許せるのに。カニ味噌は許せるけど、カニ焼きガニはちょっと許せないな。身だよ、足だよ、美味しい足。めんどくさい。その取るのが嫌い。物臭なうちですら、あの、カニだったら食べよっかなって思うぐらいに。そうなんじゃん。そうそう。そうそう、あんまり甲殻類食べない。なんでか。で、耳が終わって。で、何しようと思ってたんだっけな。そりゃあるでしょう、ヘアアクセでしょ。耳終わったって言っても終わってないんだよ、なんか。
今日もさ、ちょっと寒いよね。今日ね、寒いね。なんかね、せっかく日差しがさ、暖かくなったかなって思ったのに、またね、ちょっと寒くなってきて。そうだね。もうね、換気しててもね、すごい、体調ね、空気のあれがうんぬんというよりもね、まず寒くて風邪ひいてしまいそうっていう風に。今の時代ね、風邪ひいたらダメだよ。そうなんよ。何言われるか分かんない。いやでもね、今ね、ほんと大変だと思うよ。文章の人はね、今すごい辛そう。時花粉症かなーって思ったことあったけどな、ね、嘘でした。え、花粉症持ちなんて思っていませんでした。今ね、本当うかつに咳もできないからさ、できないね、ほんと。でもこの前ね、駅の中でめちゃくちゃ咳してる人いた。おじさん？いや、やべんじゃねえなって思うぐらい。おじさん？おじさんかどうかわかんないけど、おじさんかもしれないし。私もね、職場のおじさんがね、本当にあの加減を知らんような時を。本当ね、うえほいうえほーって、血を吐いてるんじゃないかみたいなさ、盛大な咳がね、廊下から聞こえてくるんよね。いる、そういう人いる。オーバーなおじさんいるよね。やっぱり。まあ今日私もね、一人で家でむせてたけど、カラカラを食べてむせてたけど。そういう辛いもの食べたらまあね、仕方がないっちゃ仕方がないから。あ、なんか装飾。何しよっかな。で、中入れて、で、あとは装飾品か。え、戻せちゃう？いや、戻せない、戻せない。これで、タブのペンを。これもこれだけで一番上だったらこれでいいかな。で、ここから、どこまでかな？あ、これ重ねてこないとな。
あれ、なんかやっちゃってるな。なんか違うんだよな。ゆりちゃんは今何してるの？え、今フォルダを、うん、フォルダじゃない、あの線画とその書いたやつを今くっつけて、うん、でフォルダをそのひとまとめにとりあえず分かりやすくしてるような感じかな。うん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 。これで一応なってるのかな。ああ、そっか、そうだよね。放送色つけないとダメなんだよね。ん？何をつける？ね、服の装飾。うん。いや、このヘアアクセも。うん、ヘアアクセも忘れてないよ。大丈夫だよ。それにしてもあれだね、あの新しいあの2代目ねるちゃんさ、うん、だいぶ露出してるよね。うん、でもね今日ね、うん、この書き方じゃなくて新しい書き方をちょっとまたしたいなって思って、うん、ツイッターでも話しかけたんだ。話しかけたって言ってたね。でもこれとまた別でってこと？ね、ちょっと違うかな。なんかもっと自分に合いそうな書き方を見つけて、
そっちに変えたいなってちょっと思ってて。あら。いや、でもそんな悪いあれじゃないから。あ、これ、これでつなげたらダメだよな。どうしようかな。下半身見えないから別に描かなくてもいいんだけどね。ここを手に入れたらダメだからね、書くんだけど。はい、そういえばねるちゃんってさ、はい、ねるです。はいねるちゃんってさ、はい、地球防衛軍っていうゲームって知ってる？え？地球防衛軍、聞いたことある。シンプル2000シリーズっていうね、2000円で買える、なんかお安いソフトで最初出てきたんだけど、レベル5が作ってるんだと。今日は何だったっけ、レベル5じゃなくて、なんとかディアだったっけ、なんか逆的な、なんていうか、ゲーム会社が作ってるんだよね。ラブだったかな。うん、あ、でもこの前出たのね、すごいコミカルでね、楽しそうだったの。スイッチだったかな、ねるちゃんとね、遊べたらいいなって思って。スイッチ持ってない。誰か買って。ね、マインクラフトわかるよね。マインクラフトわかるよ。そう、その地球防衛軍のね、最新作がね、マインクラフトみたいな世界観になっててね。え、ビルダー？そう、ビルダーともちょっと違うんだけど、でもこんな感じかな、キャラクターの見た目とかは。うん、歴代のね、すごいナンバリングがさ、今5、6ぐらいまであってね、地球防衛軍。うん。これにそれぞれ出てきたね、ラスボスたちが集結してね、それをね、最初のオープニングでビビーって打って、粉々にしちゃうの。うん。地球コッパミジン。地球コッパミジン？そのコッパミジンになった地球を、そこに生き残った地球防衛軍の戦士たちが戦って、エイリアンを撃退するごとに地球を元に戻していくっていう。エイリアンを撃退するとね、そのバラバラになった地球がね、元に戻るの。少しずつ。なんか修復機能があるんだね。そう、多分宇宙人がね、破壊した光線の何かそういう特殊なものがあったんだろうけど、その宇宙人が撃退したことでなんか元に戻るんだろうね。なんて親切な宇宙人なの。そう、親切なの。面白い。ねえ、さっきまでコッパミジンだったのにっていう。コッパミジンだったら地球にいる人たちは住めないのではって思っちゃうんだけど。コッパミジンになることでさ、フィールドマップの限界値みたいなのが出来上がっちゃってて、うまいなって思ったの。要するにさ、フィールド外まで出ちゃうと宇宙に降りちゃうみたいな。よくあるさ、そのゲームの不思議な壁ってあるじゃない？なんかいけませんみたいな。あれをね、
そう、破壊されちゃってるからこっから先ないよっていうね、面白いなって思って。うん、いや、昔そんなもんだったね。そのゲームのさ、そういうお約束ってさ、うん、結構あるよね、その暗黙の了解っていうのかな。うん、飲んじゃダメなところみたいなのね。うん、突っ込んじゃダメ、突っ込んじゃダメだろ。RPG の主人公喋れない問題とかあるじゃない。 RPG の主人公が喋れない問題、なんだろう、無言みたいな、お前無口なやつだなとかよく皮肉られていったりとかするけど、RPG でね、自分が名前をつけるキャラクターは結構喋らないみたいな、自己主張しないみたいな。うん、スーパーファミコンでやったマザー2とかだと、ほら、黙ってたらお前なんか言えよみたいな感じで、因縁つけられちゃうしね。わかんない。ん？わかんないわかんない。私あんまりゲームのこと詳しくないからね。詳しくない。あんまりゲームやらないの、ねるちゃんって。やらない、全然やらない。そうなんだ。今までやったゲームなんて、うん、テトリスと、うん、モンハンぐらい。モンハンぐらい。あ、今度バザーやってもらおう。スイッチ買って。仕方がないな、あげるよ。やった。3月確かそう、ねるちゃん誕生日だよね。いや、ちょっと待って、それはダメだって。あ、だってお返しできてないし。お返しっていうか、11月むいちゃんの誕生日でさ、私何もあげてないのに、うん、なんか私だけ一方的にもらうの、それは無理だよ。いいじゃん、いいじゃん。ねえ。今あれ？チャック書いてんの？そうそうそう。あ、ちゃんとあれだね。肉球マークになってんだね。うん。前の設定からそうだったよ。ねるちゃんの服って結構ほんとよく見るとさ、細かくデザインされてるよね。腕のさ、プレートとか。うん、よく見るとね、よく見なかったらわかんないから。バッチとか紐とか。うん、うん、いや、よく見たらわかる程度で、よく見なかったらわからない程度だった。あまり、でもね、結構シンプルな服装が好きで、うんうん、あんまりごちゃごちゃしてるのって、描くのも苦手だし、なんかちょっと見える髪ない感じっていうのが一番ね。マジ？でね、うちはね、逆にその、描けないからね、描けないんだけど、出るもんなら描きたいなーってタイプ。ごちゃごちゃした服。たまにあるじゃない、なんか背景とかすごい細かいお花とかぶわーって散らしたさ、いいイラスト。描きたいけど、そこまで知識がないから、描けない。その知識があったら描くと思うけど。うんうん、見つけて書きたいな、うち。なかなか難しいよ。難しいよね。ねえ、髪の毛。ねえ、三角。
で、火をつけるっていう機能あったっけな。なになに？フォトショップでその縁をつけるっていう機能あったじゃん、うん、レイヤースタイルだね。レイヤースタイルっていうかその選択範囲で拡大縮小でってやつで、クリスタもあるよ。あったっけ、選択範囲で境界線を動かすなんて。普通になんかレイヤーの設定で縁取りできるよ。そこのレイヤーにかかってるものだけがあればいいけど、それって丸くなってしまうんだよ、先がね。ああ、尖ってほしいってこと。そう、それでフォトショップだったらその縁作った外側になんか縁を作るみたいな機能があったから、多分それでいけたんだけど、忘れた。多分こっちではできないのかな。いや、縁取りでいいか。じゃあ一旦なのかな。あ、調べたらありそうだけどね。角が丸まるのがあんまり好きじゃないんだ。これでいいか。これでいいや。わかんない。なかなかね、デッサンとかじゃないけど、夏のさ、古いとか直すのって大変だよね。うん、え？何を直すの？あの顔のほら。顔の古い？うん、目とか鼻とか。とか鼻とか、うん、着終わった後結構微調整したりしない？あんまりしない。しない？マジ？私結構ね、その色塗る前にもう完全に整えたりしてるからな。私の描き方ってね、洗顔の時とかの整える時、もう一発掛けしたらもう大丈夫な方？一発掛けっていうか、いや、そこで修正しまくって、で、変える感じかな。やっぱりでも修正するんだね。修正はもちろんする。なかなかね、最初のさ、あ、
ラフの段階でこうスパッてハマるのって難しいよね。ラフの方がね、勢いとかはあるんだけどね、なんか反転させたりとか、大まけにじーっと見るとやっぱり違和感が出てきて。うん。この中間探るのすごい大変じゃない？そこの中心？あのね、ラフで描いた時はすごいね、勢いがあって生き生きとしてたのにね。うん。S さんとかね、角度がーっと描いて、整えて整えて整えまくってね。うん。描くとさ、なんか表情硬くなるのよ。ああ、硬くなるね。その時ってどうしてるかな。ね、なんかすごい、せっかくさ、ラフはさ、ノリノリの生き生きだったのにね。なんか、すごい一生懸命描いた青春したいはなんかすごい、緊張でバリバリに凝り固まってしまった。私の顔全部基本硬いからな。うちも。うち言われてたな。絵が硬いって言われて。なんかね、描き続けてたら治るって言われたんだけどね、未だに描き続けてもね、よう治らんよ、あれ。どうしたらいいんじゃろ。そう、ラバ的な描き方を覚えるしかないんだけどね。ん？どんな描き方？ん？漫画的な。漫画的な。いや、かわいいな。いいな。宇宙人の女の子。エイリアン、私エイリアン。あなたの心を。え？エイリアンって歌あるの？え？エイリアンっていう曲知らない？知らない。逆にうちが歌うっぽいな。今うち、エイリアンって聞いて出てきたの、平安京エイリアンだからね。何それ？昔のゲーム。昔のゲーム、平安京エイリアン。平安京にエイリアンがやってきて、そのエイリアンたちから逃げながら、穴を掘って、エイリアンを穴に落として埋めてやっつけるゲーム。わかんない。いや、だって VTuber の子みんな歌ってるよ。エイリアン、私エイリアンって。歌ってる歌ってる。ほんと、後で調べとく。歌ってるよ。あなたの心を惑わせる。え？歌ってる歌ってる。なんか絶対でエイリアンって言ったけど、なんかエイリアンっぽさ何か出そうかな、触手出そうかな。エイリアンのイメージ？うちのエイリアンってやっぱり火星人のエイリアンなんだよね。火星人？うん。タコ足？タコ足タコ足。やっぱりね、色はね、赤色。なんかお腹ボテバン？ちょっとね、なんかお腹出てるよね。うん。お腹出てる。
そう、キーバインド。キーバインドの設定の仕方を知りたい。工場のバリエーションをさ、どんなの作るつもりなの？何も考えてない私、あれだよ、基本的に何も考えないでイラスト描くよなんかね、その時のイメージがガッて思いつかない限り、うん、いや、最初のそのモーションとか大まかなイメージはつけるけど、その細かいところは、やっぱり、なんか、アドリブの方がいい。なんか、こここうしたいって、その時に思った絵が良くなっていくからさ。半分、一番最初はその、体の動きとか、そういう背景とか、そういうのをイメージして描くけど、それは、ある程度大まかな、その、モーションだけであって、なんかね、書き進めていく途中の感じは、イメージない方がいいのかなって。なるほど。うん。その方がね、やっぱりね、いい絵ができる。つめえんさんじゃなくて、こんな動かし方は正直わかるから、キーバインドってあれだよね、あのライブ 2D で書き足した後にさ、いろいろと設定もしなくちゃいけないから結構大変だよね。いや、そんなに難しくはなかったはず。でもそのパーツのイメージがわかないからな。いや、パーツのイメージっていうか、キーバインドってどうするんだろう。もうそろそろ、ね、ファンになるから、多分終わりになるから、そうだね、多分その後にね、調べて、また今度、うん、その、次の配信の時にキーバインド、うん、キーバインドの設定を、そうだね、試してみると思う。で、それが終わったら多分ライブ 2D を見せながらみんなにやるのかなとは思う。とうとう、じゃあこのクリスタ書いてるよ字幕をライブ 2D 触ってるよ字幕に変えなきゃいけないね。そう、お絵かき配信じゃねえじゃんってな。まあ、書いてるっちゃ書いてるのかな。そうね、一応イラストだからね。そうそう、動く絵だよ、動く絵。2D だから 2D。そうそう。どうしよっかな。でもちょっと。ちょっと待ってね。今。
夏夏。もうちょっと影たさす。カラカラウオ食べる。カラカラウオ？うん。何？カラカラウオさ、今定期的に手に入るの？何が？ん？いや、お昼に食べたってね、言ってたからね。定期的に補給場所を見つけたのかな。近くのコンビニ行ったら結構残ってて。うんうん。うん。まとめ買いしようかなと思ったけどやめといた。明日はペヤング食べようかな。ペヤング、ペヤングもさ、今すごいいろんな種類出てるよね。なんかすごい辛いペヤングあるとの子も聞いたからさ、うん、あれペヤングだったっけ。ペヤングでやってる。うん、食べようかなって思って。飲むヨーグルト日じゃないの。わかんない。でもね、でもね、でもね私、あんまりカップ焼きそば好きじゃなくて、なんかすごい脂っぽいじゃん、焼きそばって。焼きそばはね。うん。めっちゃアーティしてる感じが、あんまり好きじゃなくて、うん、あと塩分がすごく強い。うんうん。なんかとあるメーカーのやつを食べたときに、自分は今何食べているんだろうって思って、うん、塩を食べてるのかなって思ってそう、ただただ塩分辛さがすごく強くて、うんうん、これは食べれないなって思った。美味しくないって思って、うんうん、そっからね、あんまりカップ焼きそばを食べてないんだ。よし、すいません、お待たせしました。これでラスト。早いし、かわいい、かわいいな、いいな。こんな感じでね、エイリアンコちゃんが来ました。うん、これぐらいで。その、ん？なんか、なんて言ったらいいんだろう。うんちゃん、うんちゃん。なんかね、そう、謎の生命体が誕生してしまったの。謎のキャラクターがね、そう。多分ね、あの、弟か妹だと思う。いや、絶対ないよ。そんな弟嫌だよ。ね。にもね、なんかね、またのこの、新しいネタでね、また一枚書いていけたらいいなって思う。そうだね。そうだね。うん。うん、じゃあ、一旦ちょっとあの、またあの、話すところに戻ろっか。話すところ。うん。いつものやつ。はい。切り替えの準備大丈夫？大丈夫だよ。はい。じゃあ切り替えまーす。はい。おー！うまい！いい感じに切り替えられたんじゃない？どうだ、うまいだろう。うん。ナイスタイミング。うまいじゃろう。うん。ナイスナイス、気持ちがいい。ねえ、今日結構あれだね、がっつり二人とも書いてしまうだね。いや、私はもともとできてたからね、そんながっつり書いたっていうイメージはないけど、うちはね、結構がっつり書いて今日楽しかった。でもこれからだね、多分書いていくのは。そうじゃね、うちもね、ちょっとお仕事のやつ
今週ね、ちょっと線画までずっと意見から、またちょっとね、時間を見つけて書いていこうかなって思う。うん。よし。で、またね、近いうちに次の配信ね。そうだね。やっていくし。なんかどうする？サムネイル考える？サムネイル？うん、次のサムネ。今度ねるちゃん考えてみる？サムネイル苦手だな。おいおい。またじゃあうちが好きにしていい？いや、でも、うん、どうぞ。じゃあ次うちが好きにするね。どうする？明日するの？え？どうなんだ？配信？うん。まあいいよ。どうしよっかな。ちょっとね、今二人ともバタバタしてるからね。場合によっちゃね、ソロ配信とかなったりするし、多分ね、うん、うん、もしかしたら明日早く帰ってこれるんだったらね、多分一人で配信してるかもっていう感じなんだけど。じゃあ今度ね、うち遊びに行くね。うん、でもね、キーバインドをね、調べないと話にならないんだよね。うん。次、ねるちゃんのね、単体配信。ライブ 2D 頑張るってやつだね。そうだね。うん。うん。じゃあ、ねるちゃんのね、サムネイルと配信楽しみにしとくわ、うち。うん。ね、うちもね、なんかね、趣味のことでいろいろね、雑談したりとか書いたりとかして、普段のね、お仕事とは違うことできたらいいなって思うから。うん。うん。よし。じゃあ今日はねこれで終わりましょうか。なんか名残惜しいね今日。名残惜しいね。うん。また次の配信で、うん、頑張ろう。はいはい、うん。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。おやすみなさい。おやすみなさい。切り替えるね。はい。